オックスフォード版、シェイクスピアの儀曲、刺繍ペーパーバック。オックスフォード版、シェイクスピア全集は、オックスフォード大学出版局が出版している、ウィリアム・シェイクスピアの全集。オックスフォード大学出版は他にも、ウィリアム・シェイクスピア、エーテクスチュアル・コンパニオン、ウィリアム・シェイクスピア、アン・ゴールド、スペリング・エディションを刊行していて、総称して、 ザ・オックスフォード・シェイクスピアと呼ばれる。ザ・オックスフォード・シェイクスピアの編集主官は、スタンリー・ウェルズとゲイリー・テイラーである。オックスフォード大学出版局は1891年に、初めて、シェイクスピア全集を発行している。タイトルは、ザ・コンプリート・ワークスであり、ウィリアム・ジェームズ・クレイグが編者を務め、現代英語の綴りを用いた一巻本であった。 この1891年のテクストは現在ザ・オックスフォード・シェイクスピアとして知られているシリーズと直接の関係はなく、新しいシリーズは別個に編纂されたものである。オックスフォード版、シェイクスピア全集は1986年初版、全一巻で、綴りは現代英語である。シェイクスピアの前儀曲、前詩さらに電気風の除雪が含まれる。 それぞれの作品に1ページの除雪がついている。中期はないが、本の最後に用語集がついている。他のシェイクスピア全集と異なるのは、初版のテキストより、むしろ初演された時のテキストを提供しようと、試みている点である。それは、多くの論争の的となる選択をもたらした。例えば、ハムレットでは、最初の上演の後に、 シェイクスピアが追加したという根拠からいくつかの名台詞が消されている。リア王では現存する二つのテキストの間に重大な差異があることからそれぞれのテキストを紹介している。ヘンリー4世第一部では印刷では変えられているが初演では使われたという歴史的証拠からフォルスタッフの名前をオールドカーソルに戻している。オックスフォード版 シェイクスピア全集は、シェイクスピアの合作説を強調した最初のものである。マクベス、尺には差しを、アテネの大イモンは、トマス・ミドルトンの改訂もしくは合作、ペリクリーズは、ジョージ・ウィルキンスとの合作、ヘンリー・ロクセイ、第一部は、数人の誰かわからない、劇作家たちとの合作、ヘンリー・パッセイと、二人の気候子は、ジョン・フレッチャーとの合作とした。 さらに伝統を破って、ジャンルによって、分けるのではなく、年代順に紹介した。2007年に出版された第二版には、シェイクスピアの文章が含まれている、可能性のある、サートマスモア及び部分的にシェイクスピアが書いたと、信じられている、エドワード三世の全文が追加された。WW ノートン社が出版している。 ノートン版シェイクスピアは大きくは、オックスフォード版のテキストに基づいているが、オックスフォード版の決定の一部は外している。ザ・オックスフォード・シェイクスピアには他に次の2つが含まれる。ザ・オックスフォード・シェイクスピアという語は、オックスフォード大学が出している、シェイクスピア劇、死の個々の版も指す。個々の版は、前週と同じ方針だが、それぞれの弊社たちは、 もし強くそう感じるのなら、前週の選択を拒むことが許されている。例えば、デビッド・ベビントン編の、ヘンリー4世第1部は、オールドカーソルではなく、フォルスタッフを使っている。ハードカバー版は、紫色のブックカバーが特徴で、ペーパーバック版は、古典文学のオックスフォード・アールズ・クラシックスのデザインに従っている。 オックスフォード大学出版局が刊行している、シェイクスピアの個別の儀曲や、死のエディションとしては、以下の作品が刊行されている。タイトル後に記載した人名は弊社である。2011年に、リチャード2世が交換され、聖典はすべて刊行済みとなった。ただし、エドワード3世と、サートマスモアが刊行されていない。ありがとうございます。